つもユミチューブご覧いただきありがとうございます。初めまして、私ユミンコです。皆さんがご存知の通り、私スターバックスでアルバイトしてたんですけど、バリスタになる前の研修期間で辞めてしまいました。理由として、すごく性格のきついおばさんがいて、仕事を 100% 覚えてこなかった自分にももちろん非があるとは思ってるんですけど、おばさんってできないことをすごく責める方だったんですね。その指導についてなんですけど、何か心配のことありますかって最初に聞かれて、初めてやることって私結構ドキドキしたりとか心配する性格なんですね。ので、心配あるかって聞かれたらありますって言ったら、じゃあその心配を消すための努力はしてきたんですかっていう風に言われて、自分としては仕事の時間外にも大学の勉強の合間を縫ってスターバックスの勉強もしたし、努力をしてきたつもりだったんですけど、できてないんだからあなた努力不足ですよねって、そういう風には言わないんだけど、私からそういう答えを引き出すような誘導尋問をすごくきつい口調でされたんですね。そのおばさん以外の他のスタッフの方は、できないところがあればちょっとずつ覚えてやっていけばいいし、最初からそんな 100% なんてできないからっていう風にすごくこう優しく指導していただいたんですけど、このおばさんは他にも大学生だってこうやって努力してるのよっていう風に言ってきて、それってすごく社会人のあなたってできてないよねみたいな人格否定につながると私は思っています。それでこういった厳しい指導があったってことを、その上司の方に報告をさせていただいたんですけど、スターバックスではみんな泣きながらバリスタに成長してるんだよっていう風に言われたり、そういった人を追い詰めるような指導をしてる人がいるっていう風になっても注意しても変わらない可能性があるから、その場合どうしますかっていう風に言われて、全く改善の姿勢を私は感じられませんでした。でスターバックス自体が私のすごく好きなブランドだったので、頑張って働きたいっていう気持ちはあったんですけど、そうやってパワハラまがいの指導を容認してるような組織で、自分はその組織の中で働きたくないなっていう風に思ってしまって、今回退職を決めました。私の性格も結構自己否定癖があったりして、打たれ弱いところがあって、そういうところはもちろん良くないし、なんかそれぐらいの指導で何やめてんのって思う人もいるかもしれないけど、今回の件があって本当に落ち込んでしまって、ベッドから動けなくなってしまったっていうのは事実ですし、自分にとっては本当に辛い出来事だったので、まあ、今回こういった出来事があったよってことをお話ししたいなって思って動画を撮ってみました。私は今教師を目指してるんですけど、こんな弱いメンタルじゃ教師になんてなれないよとか、結構そういうお声もいただきます。自分でも本当にその通りだなっていう風に思っていて、だからなるべく人と関わりのないような常勤ではなくて、非常勤講師っていうそういう枠で働こうかなっていうふうに思ってるんですけど、私としては自分が弱いからみんな配慮してくださいっていう、そういうふうな押し付ける気持ちはなくて、自分自身もこういう弱い自分といっぱい向き合って、どうしたらメンタルが強くいられるかってことを心理学とかたくさん学んで、自分自身を乗り越えていきたいなっていうふうに思っています。やっぱり今まで育ってきた環境とか自分の中で積み上げてきたものっていうのはなかなか変えるのは難しいと思うんですけど、そこを諦めないで自分と向き合って、ちょっとずつでもいいから前進していこうっていうふうに思っています。こんな弱々な自分で頑張りたくても頑張れない時とかあって、すごく辛い時もあるんですけど、これからも皆さんに応援していただけたらとっても嬉しいです。そんな私を応援している方いましたら、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけるととっても励みになります。いつもご視聴ありがとうございます。またねー。